福岡県立加保総合高等学校かま市立大熊城山校は福岡県かま市大熊町にある男女共学の定時制公立高等学校。高校コードは4230。加穂郡桂川町にある福岡県立加保総合高等学校の文校であり、地元では文校と呼ばれて親しまれている。当校は定時制高校であるものの、 通常の定時制過程と違い、夜間部が存在せず昼間部のみで、制服も全員強制とされている。また、修行年限も4年ではなく3年以上となっており、4年時の履修科目を3年時までに習得することで3年間での卒業が可能であるが実際には3年間で卒業することを前提としており、取得単位数を除き全日制過程との差はほとんどない。それに加え、 かつての本校であった飯塚市の福岡県立加保農業高等学校が1991年度から学科改組により福岡県立加保中央高等学校と解消の上競争倍率及び難易度が急激に上昇したことによってそのしは寄せが分校である登校まで来てしまった結果当然ながら同校の難易度もアップ現在では福岡県内における 公立高校学年制定時制課程の入学試験においてナンバーワンの競争倍率を誇る学校となり、昨今の学年制定時制課程では半ば常識となっている定員割れとは無縁である。男女共学ではあるが、生徒の9割以上が女子生徒である。福岡県内に存在する高校の分校は2010年度より2校となった。内訳は、 東高と倉手郡倉手町にある福岡県立倉手高等学校倉手町立法召館であり、いずれも昼間部のみの定時制高校である。なお、かつての本校であった加保中央高校は2007年度より、飯塚市の福岡県立加保総合高等学校への統合に伴い2004年度をもって生徒募集を停止したが、東高においては2005年度と2006年度に限り、 加保総合高校の分校ではなく、加保中央高校の分校として、生徒募集を行っていた。1955年1月1日、大熊町は、加保郡仙住村、同郡阿修寺村、同郡宮の村と合併。加保郡加保町となる2006年3月27日、加保町は、山田市、加保郡稲月町、同郡薄井町と合併。 かましとなる投校の高校コード番号は4230で本校である、過保総合高校と同一である。書類によっては5桁の数字の後にアルファベットがついていたり、福岡県の都道府県番号である40と下3桁の数字との間をハイフンで結んでいるケースも見受けられるが、コード番号自体はすべて同じである。なお、 2006年度までの高校高度は4188であった。投稿は平成以降5つの校名を名乗っているのでここに記しておく。ありがとうございます。